WER1、は、尾田栄一郎、ワンピースのコミックス100巻及びアニメ1000話到達に向けて展開されているプロジェクトの一つで、東映アニメーションと集英社が共同制作する映像作品。蜷川実花監督が演出を手掛ける実写パートと東映アニメーション制作の新規アニメーションパートが交錯する映像構成で、ワンピースの魅力を新たな視点と世界観で描く。ラッドウィンプスはこの作品に新曲 TWILIGHT を提供した。本日8月30日に公開された起業家渡る編の実写パートには、高良健吾、森崎ウィン、柳俊太郎、滝藤健一が登場。劇中では高良、森崎、柳の3人が演じる若手起業家たちの苦楽が描かれる。またアニメーションパートは、ゾロとサンジが共闘するデイビーバックファイトの名シーンを新たに描き下ろしたものとなっている。今回のプロジェクトへの参加について、ラッドウィンプスは、小さい時から一緒に過ごしてきた漫画、ワンピースの原作100巻、そしてアニメ1000話というとてつもない記念のタイミングでご一緒できて、大変光栄です。今まで作品からもらってきた感情を、僕らなりの形で曲にして恩返しできたらと思いましたとコメント。EWILIGHT については、サウンドアプローチは今までにない方法をいくつも挑戦しました。オートチューンボーカルやボコーダーでの和声作り、あと DJ 的なアプローチとバンドの生音との今までにない融合を目指しましたと語っている。